チマイリーさんのポストを見て爆笑してるエリコ、なんだろう、あれですか、寝てるやつですか、あのバスで、それかな、それですかね、それそれ、あ、そう、今日ね、あのチマイリーさんが話しかけてくださって、あのエリちゃんって寝相いいって言ってくださったので、はい、めっちゃいいです、なんかあの起きたまま、あ、じゃあ寝たままの姿勢で起きますって言ったら、え、本当になんか今日バスで寝てた時に首がすごいありえない方向に曲がってたって言ってて、でも顔可愛かったから乗せてもいいって言ってくださって、はいって言いました。なんか首がすごい角度でも、私まだ見てなくて、寝てたから見えなかった。でも幽体離脱したら見れたかも。落ちそうだった、え、首本当にまだ見てない、 X 後で見ます。なんか面白い人、なんか面白い人は、なんか握手会にその連番で来てくださって、私のファンの方と、あの違うファンの方、誰のファンだったかな、忘れちゃったんですけど、そのファンの方が来てくださって、で初めましてみたいな言って、で初めましてって言って、お名前なんて言うんですかって言ったら、あ、〇〇ちゃんのファンですって言って、ってお名前なんて言うんですかって言ったら、いや多分言っても分かんないんで言わないですって言って、あ、そういうこともあるのかと思って、あ、じゃあそうなんですね、じゃあ普通にこう握手しようとしたら、あ、僕あの知らない人と握手しちゃダメって言われててみたいな言って、え、そんなこともあるんだみたいな、なんか知らない人と握手あのしちゃダメ、なんかすごい、なんかあのなんかよくあの知らない人についていっちゃダメだよみたいなあるじゃないですか、あのでも知らない人と握手しちゃダメだよっていう、あのそういうこともあるのかみたいな、でなんで、え、あ、じゃあ知らないけあんまり詳しくないんですねって言ったら、あの、あ、そうなんですよ、まだそんなに詳しくなくてって言ってて、面白いなと思って、ね、そのルールをね、面白いね、握手会でもあのそういうマイルールがあるの面白い、めっちゃツボでした、面白いですね。でも握手会すごい面白い方たくさんいらっしゃって、めっちゃ面白いですよ、全部笑っちゃう、面白くて